カニラーメン、カニラーメンになるものがあったけど、確かに、食ったカニの殻を出しとる。一番エコでしょ。カニ食う機会なんかめったにないから。カニ道楽でバイトして、カニを盗んでくる。っていうのはちょ、っていうのはちょっと、ウィットに、ウィットに飛んだ冗談として、確かにカニで出しとるって、あんまり聞かないか。カツオ。見てたし。自分で食ったやつで出しとんならまだあれだけど、それダメだよ。で、自分でカニ食う機会なんかほぼない。すごい残念な話だけど、みんなっていうところってもう捨てるしかないよ。捨てるしかないから別にただで食える。身の部分をお客さんに出しかない。出汁めっちゃ出るよ。普通に考えたら、普通に考えたらカニで出汁取るってめちゃくちゃ贅沢でしょ。さっきのユシマのカプセルホテルも16時ぐらいに行ったら相当出汁が出たけど、マジで。正直めっちゃ汚いと思ったけど、もう背に腹変えられないじゃないけど、もうだって風呂入るしかない。汚いからシャワーだけ済まそうなんて、そんなんないから、選択肢。あのお姉さんに言ったところでラジが買わなかったと言っても、お店に直接言ったらその言い方次第でアカウント停止になりかねない。そうだから、この
行き場のない、その、そう、どこにその矛先を向けたらいいかっていう。そう。で、多分、世の中に、こういうケースって、その、大小関わらず、大したことないです。そういうのが、至るところにあるんだ。つまり、その、直接言えない。で、なんで言えないかって、その、何かが、担保されてる。そういうわけで、今の状況みたいに、言えない。で、今のなんか別に加減、そう。別に、ちょっと振り、喉元、取りすぎれば、別に大したことない。だけど、世の中に、そういう、全く同じケースですよ。言えないけど、もっと大きい局面を飲み込むしかない。だけど、飲み込んだところで、その、それは全く消化されてない。だから、例えると、その、胸肉を噛まずに、丸ごと、飲み込むようなもん。あの、カエルみたいな感じ。カエルじゃないや。あれ。ヘビがあの卵を飲み込むみたいなの。あれと全く同じで、そう、噛まずに飲み込む、消化するわけでしょ。そう。で、一時的に喉元通り過ごして、その、やり過ごせるんだけど、そんなの消化できてないわけだから、自分の体調には良くない。体には。そう。だから、ものすごく、その、蓋をかけてるっていうか、そう。だから、その場で、やっぱ消化するっていうのが一番いい。だから噛まずに飲んでるようなもん。とんかつ噛まずに飲んでるような、そう。したら、体に良くない。それと多分全く同じだ。だけど、食べ物で、例えると、そんなのバカでも、わかることだけど、ほとんどの人がそれに陥ってる。そう。そういうわけで、その、そういう、噛まずに鶏肉っていうか、まあ、トンカツ飲み込んでると、ような生活を繰り返してると、結局、その、健康を害すると思う。